うん。ようやくお風呂上がったんだ。なんで何も着てないの？見せつけてる？はあ。バカなこと言ってないで、服着なさいよ。今日は耳かきの日でしょ？言うこと聞かないと、してあげないよ。あ、すぐ来た。ほんとバカなんだから。さて、じゃあ早速。ん？はいはい、わかってる。膝枕ね。ほら。ここにごろんして。はい、行こう。ん？なでなで？はぁ、調子に乗って。ん？何ニヤニヤしてるの？気持ち悪い。はい、もういいでしょ。耳かき始めるよ。ほら、お姉ちゃんに耳見せて。結構たまった？そういえば、耳かゆそうにしてたっけ？毎日してほしい？ダメ。毎日してたら、耳垢全然取れなくてつまんない。それに、たくさん耳垢溜めてからの耳かきするの、あんたも気持ちいいでしょ？耳垢をかき出すたびに、だらしなくよだれだらだら垂らして、耳かきが終わった頃にはあんたはぐっすり。おかげで私の膝はべちょべちょになって。罰の悪そうな顔して、どうしたの？ごめんなさい。別に怒ってない。着替える手間はかかるけどね。あんたが私の膝の上で気持ちよさそうに寝てるのも、まあ、そう、悪い気分じゃないから。なんでもない。何その顔。永眠させられたいの？ほら、始めるよ。じっとしてて。カリー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 。このパリパリ剥がす感じ、これが楽しいのよね。剥がれるたびに体がピクピク反応しちゃうあんたを見るのも、ね。ほら、この大きいの。
ゾクゾクって震えて、口も開いてきた。こっちのも。ほら、最後にこの一番大きい塊を引き剥がすよ。動かさないでね。あ、ここ。かきかき。かきかき。ペリペリ。ペリペリ。取れた。すごい大きさ。うん、かなりえぐいね。写真に撮りたいくらい。さて、今度は綿棒で残った細かい耳垢を取って、耳の中さっぱりきれいにするよ。はい、こっちの耳はおしまい。ん？やっぱりよだれ垂らして、早速膝がベトベトに。って、あんたの顔も。拭いてあげる。できた。反対もするから。顔をこっちに向けて。はい、こっちも全部書き出していくよ。そういえば、あんたも随分大きくなったものね。体ががっちりしてきて。肩幅もしっかりあるし、いつの間にか身長もお姉ちゃんより高くなったし、頭もこんなに重く。一緒に寝る時も、昔はあんたお姉ちゃんのいい抱き枕だったのに、今じゃ逆にこっちが抱き枕だもんね。まあ、バカで甘えん坊なところは変わらないみたいだけど。
そもそもこの年で兄弟が一緒に寝てるって、しかも恋人みたいに抱き合って。でもあんた別々に寝ようとか言ったら寂しい、一緒に寝たいって泣きついてきそうだし。お姉ちゃんは？寂しくなかったら泊まりの日弟に寝落ち通話なんかせがんだりしない。こんなものかな。はい、綿棒、行くよ。あんたの成長といえば、最近、一緒に寝てるときに、時々お姉ちゃんに当たってるみたいなんだよね。固くなったのが。お姉ちゃんは別にあんたが私のこと抱きしめてそういう風になってるのは嫌ってわけじゃなくて、嬉しいっていうか、お姉ちゃんもあんたのことを意識して寝れないこともあるし、タイミングがあればね、いいかなって思ってるのに、あんたは一向に手を出してこないし。私から言ってあげた方がいいのかな。でも直接誘惑するのは恥ずかしいし、今みたいにあんたが無防備に寝てる隙にとかね。はい、こっちも綺麗になりました。寝てるかな。ねえ、起きてる？寝てるみたい。起きちゃダメだよ。いい子。今、君の耳をペロペロって舐めたら、反応するかな。耳に息を吹きかけて、耳たぶを甘噛みして、耳の溝に舌を這わせて、こうやって。ゾクッてした。かわいい。どんどんピクピクって お姉ちゃんの舌長いから、いろんな
とこに舌が届いて。もっと、もっとしてあげる。これ楽しい。すごい、君のパンツもうはち切れそう。もっともっと。まあ、ゾクゾクしちゃうんですよね。いいんですよ、もっと味わってください。ほら、もう一回。これで大丈夫そうですね。はい、それでは耳かきを始めていきますね。北月も私の手元をよーく見ておくこと。次はあなたがやる番だからね。あ、うん、やり方とかちゃんと覚える。それではいきますね。表現は優しく、お耳の肌をコショコショっと撫でるくらいがちょうどいいの。そんなにか。
軽い力加減でいいの？それだと汚れが落ちないんじゃ。汚れが落ちるまでずっとこするの。優しく、そしてしつこくね。ほら、こんな感じで。中にある大きな汚れはゆっくりと引き上げていったり、場所や汚れによって耳かきのやり方は変わっていくの。わかった？うん、わかった。でも、なんだろう。お姉ちゃんには悪いけど、耳かきのやり方よりも、お兄さんの気持ちよさそうな顔の方が気になっちゃうかも。あ、本当だ。私の耳かき、そんなに気持ちいいですか？いいですよ。それならもっともっと幸せになっちゃってくださいね。ほら、こうして気持ちいいところをいっぱいこすってあげますから。耳の奥に行けば行くほど肌が敏感になって気持ちよさが大きくなるの。これは絶対覚えておいてね。あ、それわかるかも。私がされる時も一番気持ちいいなって感じるところだし。でも敏感な分、力加減には気をつけること。間違っても引っかいたりしちゃダメ。本当にくすぐるくらいの感覚で十分。ほら、こんな感じで。見た感じ、耳掃除をするのは結構久しぶりだったりしますか？汚れもちょっと多いですし、それにとっても敏感みたいで。それならたくさん
さんをおもてなしをしなくてはいけませんね。お兄さんのお耳の一番気持ちいいところをこうして。どうですか？この辺とか特に気持ちいいんじゃないですか？ゆっくりとコショコショってされると背中のあたりがゾクゾクっとしませんか？他にはこの辺とかちょっと曲がりくねってて汚れが溜まりやすくなっている部分をゴシゴシ、ゴシゴシっと。わあ、兄さん、本当に幸せそうにしてますね。自分以外の誰かに耳かきされるとどうしてもそうなっちゃいますよね。いいんですよ、今日だけは私たちに甘えてみてはどうでしょうか。見たところ、お兄さんはいわゆる社会人でいいんですよね。そうなると誰かに甘えたりなんてできない日々をお過ごしなのではないでしょうか。辛いですよね、毎日大変ですよね。それなら今日くらいは私と北月のご奉仕に浸ってください。お兄さんの疲れが全部癒されるまでずっとおもてなしをしてあげますから。ちょっとずつ汚れが落ちてきたので少し失礼しますね。これで大丈夫。では
続きに戻りますね。そろそろ終わりそうですね。だいたい綺麗になりましたし。じゃあ、次は私が左耳を。その前に。どうしますか、お兄さん。もう少しだけ続けますか。気持ちいいところ、コシコシされたいですか？そっか、そういうこともするんだ。そうだよ。お掃除だけで終わっちゃったら、せっかくの時間がもったいないもんね。だから、ある程度お掃除が終わったら、今度は、気持ちいいことだけしてあげるの。それで、どうしますか？恥ずかしがらずに注文しちゃってください。耳かき、続けてほしいですか？それとも、ここでやめちゃいますか？そんな顔しなくてもわかってます。それでは、お兄さんのお耳の一番敏感なところだけを、こうして。強くなっていますか？日頃の疲れ、どんどん癒されていくのがわかりますか？このまま、敏感なところだけを優しく、優しくこすっていきますからね。そんな顔になってますね。ふわーってしてて、とろーってしてて。まだ寝ちゃダメですよ。北月が耳かきするまで我慢してくださいね。もう少し。
少し…終わりです。こちらのお耳はバッチリ綺麗になりました。お疲れ様です、お兄さん。どうですか？くすぐったさと気持ちよさ、ちゃんと感じることができましたか？それなら、おもてなしした甲斐がありました。というわけで、今度は反対側のお耳を北月にお掃除してもらいましょうね。はい、頑張って耳かきさせてもらいます。そんなに緊張しないで、むしろリラックスしてるくらいがちょうどいいから。手つきは軽く、子供のほっぺたを撫でる感覚でこすればいいから。うん、じゃあよろしくお願いします、お兄さん。それではこちらにどうぞ。